松本城松本藩は江戸時代に信濃国に存在した藩。藩長は松本城。遠方年間の人口は9万人。戦国時代、松本は信濃守護小笠原氏の支配下に置かれていた。しかし小笠原長時が武田春信に敗れたため、以後は武田家の支配下に置かれた。元気4年4月に信玄が亡くなると後継者の武田勝頼は、 天正3年5月の長篠の戦いで大敗し、次第に、織田信長、徳川家康の攻勢の前に追い詰められた。天正10年2月には、勝頼の妹婿である、木曽義政が離反したことなどにより武田家は瓦解し、3月に、勝頼は自害して、武田家は滅亡した。信長は、義政の功績を認めて、松本領を与えた。しかし3ヶ月後の6月に、 本能寺の変が起こって信長が応死する。旧武田領では武田九神による反乱が勃発し、吉政は松本を放棄して基礎にこもった。このため松本は軍事的、政治的空白地帯になり、地侍が自立に向けて動き出した。信長没後の死なのは、家康、上杉影勝、北条氏が河周辺で強国の草刈り場と化し、 松本の地侍は、旧市長寺の実邸小笠原道切祭を、継承の支援を得て、府中に迎え、7月2日には、福市城に入った。しかし、ほら雪は、主体性がなく、継承が派遣した上杉重臣の区靴であったため、地侍は、ほら雪を見限った。地侍は、家康の支援を得て、長時の息子、上京を迎えた。上には、多くの侍が方し、 7月17日に、ほらゆきは、交戦を諦めて開場した。この時、深市城を松本城と改めた。8月、木曽義政が家康と手を結んで、松本に攻め込んできたため、城件は家康から離れて、基礎軍を破り、所領安土城や手外城を連発して、自立の傾向を強めた。だが、天正11年に城件は、赤沢市、東原市などを殺害し、 三村氏や西牧氏らは粛清を恐れて逃亡した。これらは武田信玄の信仰の際に小笠原家を裏切った諸子であり、上京の復讐だったとされる。このため、筑北地方で上杉影勝と戦うも大敗した。家康は上京の動向を見て小笠原氏に所領安堵して味方につけ、上京も家康に、 釈手秀政を人質として差し出し、家康は秀政を、重心の石川和正に預けた。しかし小牧、長久手の戦い後の天正13年11月に、和正が家康の下から出奔して、豊臣秀吉の下に走った際、秀政も上京も、秀吉の下に走った。ところが上京は、名族小笠原家の血筋を鼻にかけて、 秀吉の出自を貶めるような発言をしたため、家臣らが再びの滅亡を恐れて秀政のみをなしろとして、秀吉と敗越させた。以後は秀政が事実上の当主となり、天正15年3月に秀吉の仲介で家康の下に帰参し、翌年12月に秀政は正式に家督を継いだ。天正17年1月には家康より正式に安住軍。 筑区軍の松本領を安堵され、8月には、家康着し、松平信康の娘を正室に迎えて、小笠原氏は徳川家での地位を確立した。天正18年の小田原征伐で、後北条氏が滅亡し、秀吉の命令で、家康が関東に違法されると、秀政も家康に従って、関東に移り、下佐子が藩三万国の藩主となった。 松本藩の藩祖は徳川家康に仕えた三河の旗頭の一人石川和正である。和正は家康が今川義元の人質だった頃から仕えていた最古産の家臣で永六五年の織田信長と家康との同盟締結に大きな功を挙げた人物である。しかし小牧、長久手の戦い後の天正13年11月13日。 和政は突如として、家康の下から出奔し、当時、家康の宿敵であった、橋場秀吉のもとへ降った。この出奔には、諸説あり、未だに、定説はない。秀吉は和政を家臣として迎え、泉に八万国を与えた。天正十八年、家康が関東に数を違法されると、その後を受けて、品の松本十万国に家を移法された。和ズが、 文禄二年に死去した後、その医療は、着男、石川安長が八万国、次男の石川康祥が一万五千国、三男の石川康二が五千国とそれぞれ分割して、継いだ。和正安長府氏は、松本城を近世城郭に改め、城下町の建設に努めた。だが、和正没後、後を継いだ安長は、その築城のために、 過酷な不益を民衆に課したと伝わっている。安永兄弟は、慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍に組みしたため、戦後に家康から所領を安堵された。慶長15年に家中で騒動が発生する。筆頭画廊の渡辺近内と、若手実力者の友の三左衛門との間で、反省の主導権をめぐって対立したのである。 この裏にはかつて数世に逃げようのされた家康がいたらしい。家康は、あわよくば家中騒動を理由に、松本藩を取りつぶす気だったのであろう。しかし、安永の宴席であった、大久保長安がこれを助けた。長安はかつて安永の貢献人でもあった、宿老を、秋山寺助をこの内紛に介入させて、三左衛門を石川市の中枢から駆逐することで、 無難に騒動を終結に導いたのである。慶長18年4月、大久保長安が亡くなり、長安の死後に起こった大久保長安事件において、安永兄弟は長安と遠石であるという理由から改役されてしまった。他に改役の理由として、文言をわきまえずに白武神を行ったことが付け加えられている。他にも、家康の遺志開始、 福島正則と同じ戸沢大名を外しともされる。石川家海役後の慶長18年11月、飯田藩より小笠原秀政が8万国で入った。秀政は古川3万国から関ヶ原後に2万国を加増されて、飯田藩5万国に違法されており、今回はさらに3万国を加増されての久々の丘陵復帰で、一族家中は大いに喜びあったという。 秀政は、自社政策、多くの領内ハットを制定して、年貢制度を整え、前の石川康永時代に、人足役や職人役に苦しんで、多損、多量に調産した百姓を既存させるために、百姓厳重策を取り、百姓が既存した場合は自由に住居地を定めて、諸役も免除するという寛大な政策を行った。また、地侍の力を弱めるため蔵入地を増やしたり、 宿液制度を整備して、北国脇王館の改修や整備を進めた。しかし、秀政は、源流元年の大阪夏の陣で、着南、小笠原忠治と共に奮戦した者の,の戦士。小笠原家の家督は、秀政の次男、小笠原忠真が継いだ。忠真は、大阪の陣における、秀政忠さ、治の軍港により2万国の加造を受け、10万国で、 はりまあ藩に違法された。この際に、地元松本における、小笠原家の家臣の多くが従って、赤かに赴いた。上野高崎藩五万国より、松平安永が二万国家像の七万国で、入法する。安永は、家康の養妹を妻とする有力な不大大名で、あり、寛大かつ温厚な人柄を、第二大将軍、徳川秀忠に信任されて、 第三大将軍、家光の補佐を命じられた。反省においても、在地の地侍72名を松本で召し抱え、地方地業から蔵前生に改めて兵能分離を完成させ、領内を15組に分ける新しい行政区画を創設した。官営3年から官営8年にかけては領内に総検知を実施した。この検知に伴い、村の区画割りも行われた。 安永は、官営9年12月に、松本で死去。後を継いだ安永は、官営10年4月に、針間赤市へ移法された。結城秀康の三男、松平直政が、越前国王の藩より七万国で入る。直政は、城郭の増改築、天守の造営、多門矢倉の築造を行った。また、官営通法松本線の中造を行うなど、 7万国の藩にしては行っていることが大半並みであり、これは徳川家光との婚に結城秀康の実施という立場によるものと言われる。また直政は自死免除など税制も定めた。官営15年に出雲国松江藩へ違法された。徳川家光の下で老中を務めていた堀田正盛は官営15年3月、 武蔵川越藩3万5千国から6万5千国家像の10万国で入部する。堀田は松本7万国のほか、安房と上野の両国に3万国を合わせて10万国である。正森は、春日局の義理の息子で、遠赤関係から出世した人物である。正森自身は、老中として江戸で惑星を統括したため、松本に来ることは、ほとんどなかった。 寛永18年と寛永19年に、三馬の基金と称される基金が起こり、その最中の寛永19年4月に、下宇佐桜藩へ違法された。この際、前年の協作で領内には大量の合社者が出て、年貢の取り立てが十分にできずに違法しているが、公認の水野家が3年かけて、未新聞を桜に送り届けた。堀田正盛の後は、三河吉田藩より、 水野忠清が七万国で入港した。中世は大阪の陣で先人争いをして先行を立てた古津和者であったが松本に在任してから5年後の昇法を4年5月に死去している。なお中世は徳川家康の重邸にあたる。第2代は息子の中職が次ぎ、刑案検知を実施して財政基盤を確立し、この検知は 明治時代の窒素改正までの土地の基本台帳となった。この建築校は11万2000国余りになったが、評判が悪く、建築のやり直しや建築が終了しないうちから、再建築の要請が相次ぐなど混乱し、場合によっては、営秘基地として減税になるなど混乱が相次いでいた。また、昼食は年貢納入制度を定め、稲の品種改革や川不振、川除布審、 百姓訴訟法の制定など、民政の確立に努めた。しかし、漢文6年から4年をかけて基金が起こり、昼食は、酒造の制限や酒売買の禁止、雑穀うじの制限から7箇条の倹約令、写真禁止令を出すなどして対応した。ただし一方では大官など支配する、側の不正を許さず法令化して、厳しく取り締まった。こうして、松本編成は、 中食の下で確立した。また、中食の弟忠だに五千国が分岐され、旗元に、列し、後に、幕府から数を受けて、忠だの子忠だが一万二千国の大名となる。その子忠貞は、笹部に陣屋を置き、品の一万国、丹波二千国を領したが、北条藩に天保となる。中食の後を継いだ、第三代忠だは、 父の時代から続く漢文の基金の時期に集法したためという理由もあるが、遠方期にも基金が相次いで財政が逼迫した。このため、状況3年に年貢を増長して、状況騒動と呼ばれる一期が起こった。騒動そのものは、松本藩が一期側の要求を受け入れて鎮定したが、 松本藩は一気側と交わした役場を破棄し、首謀者は兄弟子供を含めて28人を張り付獄門に処した。また忠だ直は自社三景、松竹狩り、川星漁、祭事、農狂言など有教に熱中して反省を顧り見なかった。忠だ直は諸芸の名人を召し抱えて、松本は江戸や京都に習って風俗や文化的には発展を遂げている。 だが、財政的には困窮し、忠直時代から御用金策が開始された。また幕府より、神田橋判定の上納を命じられ、日本橋浜町に返地を貸しされる。第四代忠だは、忠直の息子で、父と共に遊興にふけった。しかし一方で、忠直時代の法満財政を改めようと、財政改革に着手し、江戸家中の者に御情報91過剰による日常、 生活の切り詰め、家臣の言及、倹約令から人員削減などに着手したが、在任5年で没死した。また日本橋浜町の江戸上屋敷が火災で消失し、田安門に移転した。第五代中未期は最地に優れた人物と伝わるが、在任5年で25歳の若さで没死した。このため、第六代には、中未期の実弟忠恒が就任する。幕府より、 タ安門判定の上納を命じられ、筋会五問外に返値を可視される。だがただつねは、勇教に不敵酒好きであり、丹慮の上に、悪色で、気性も荒いという兄と、正反対の暗具の人物であった。その暗具ぶりは、教皇九年七月の西側熊倉橋前の川越漁で九百七十五人を動員し、さらに八月二十三日には高がり、九月三日には、 松竹狩りとして現れていた。そして、教皇十年七月二十九日、将軍、吉宗の拝越を無事終えて帰るとき、江戸城中の少子王廊下で、長布藩の聖師毛利氏を治むとすれ違った際に、小刀を抜刀して切りつけるという事件を起こした。忠常は直ちに取り押さえられ、取り調べでは、自らの不行績により、領地が召し上げられて、 毛利に与えられるものと思い切りつけたと答えたが、そのような事実は、全くなくただつねの被害妄想であり、幕府は、毛利に咎めなく、ただつねは乱心したとして、所領没収、改役とした。ただし、水の家は幕府に強い影響力があり、訓給のせいか、全く這いすべからずとして、断絶だけは、免れて、川越藩に預けられ、おじの水のただ国に、 シナの作軍において七千国、また、中国の兄、水野忠てるに二千国を与えて、存続は許した。忠次は、医師二人をつけて、川越藩に預けられた後、叔父のもとで撤居した。松本藩水野家の引き払いは9月26日までに行われ、ただし武氏の下に仕えた者以外は、老老の身となり悲惨な生活を送ったと伝えられる。 地熊軍は坂木大艦に、安住軍は飯島大艦に預けられた。水野家海域後の10月、かつて松本藩主であった松平安永の系統を継いでいった島蕎麦藩主の松平光寺が六万国で入り、以後、戸田松平家九代の支配を経る。松平光寺の違法に関しては、この2ヶ月前の8月に、光寺が老中、松平の里,里に蕎麦の地は、 領分が狭くて収納も少なくが手向きもは,なはだ難重して、家来のブイックも行き届かず、公務もは,なはだ心もとないとして自ら請願して、松本への違法を望んだと言われる。だが入法直後の教法12年うるう1月1日には、本丸御殿が火災に見舞われた。工事は、戸田十五郎を登用して、教法の財政改革を行った。すでに、戸田松平家は、 前の火災をはじめ、引っ越し費用に合計2500両の借財も重ねており、財政難はこの時から始まっていた。工事は自ら犯罪性の気球を家中に訴え、倹約やリストラを推し進めた。一方で領民に対してもハットを制定して、知性の基本法とした。工事は創生して、弟の水尾が第二大藩主となり、彼は武芸を重んじて奨励した。だが、 三つ尾も若字にし、二代の藩主が連続して、早々に不幸が相次いだ物入りのため、釈在は一万八千両に膨らむことになった。このため、法歴七年から家臣の法禄現地が行われ、その後も、明和から文久まで三年から五年の期間で、現地が繰り返された。このため、領民からの御用金、いわゆる廃借金への依存度が高まり、以後廃藩まで、 戸田松平家は雇用金がのみの財政が続いた。安永期にも財政再建を目的とした反省改革が第5代藩主光帝により行われたが、あまり効果はなかった。第6代藩主高校は、幕府老中の松平定信の影響を受けて、財政再建を主とした厳しい倹約令を出すなどした完成の改革を行う。 また、藩校高志教官が創設された。文化、文政期にも、藩政改革は行われている。幕末になると、安政2年より、藩主、松平三則によって、財政、軍政を中心とした、藩政改革が行われた。天狗党の乱では、源氏元年11月に、松本藩平は、諏訪藩平と共同して、中仙道の和田峠で、天狗党と交戦したが、 敗北している。長州政党でも領事に幕府方として参戦しているが、いずれも、あと揃えでの参加であったため戦闘には至っていない。だがこれらの戦争で、松本藩財政はいよいよ逼迫した。慶応4年の某親戦争においては砂漠か勤労かで、なかなか反論の一致を見なかったが、統制軍の松本到着の直前になって、勤労を選択し3万両を献上して基準した。 その後は新政府軍の一員として、宇都宮城の戦いや北越戦争、藍津戦争に参戦した。最後の藩主、松平三則の朝廷への藩籍奉還状況は、明治2年2月25日のことであった。明治3年には、藩知事となり、その下に第三次以下の役職が置かれた。状況三年には、強作、租税火薬、里党不正を原因として、 安住郡中華屋村、二霊村、南大妻村、氷室村、堀米村及び、千曲郡下寺海渡村、浅間村、笹部村の農民が中心となって半町へ直接、豪訴した状況騒動が発生した。文政8年には、共作、物価高騰、不能承認による米価格の釣り上げを原因として、安住郡小谷村、佐野村、沢渡村、飯田村、 飯森村の農民がボートと化して戦国街道大町塾、池田塾、穂高塾、聖書新田塾を襲撃した赤身の騒動が発生した。後下4年には善光寺地震が発生し、松本領内でも被害が出た。幕末には本町の名主の家に生まれた近藤主義左衛門、山本定一郎兄弟が上落し、尊王上位運動に身を投じた。その中で、 土の絵馬の密直の中海役を担ったことが幕府の激凛に触れ、1858年9月5日、中仙道打つ塾で近藤が逮捕され安政の大獄が始まった。後に近藤は中追法刑を言い渡され、1862年11月28日に松本へ帰還した。また1861年5月28日には、 英国仮公使館の警備に当たった江戸詰めの藩士、伊藤軍兵衛が、英国人、水兵2名を殺害する、第2次、東全寺事件が発生した。戸様、十万国八万国、数正安永不大、八万国、秀正忠曽不府大、七万国、安永陽自家審判、七万国、直政府大、十万国、正森不大、七万国中世中職、 ただなおただちか中間ただつねふだい、六万国工事、三尾三森工和工帝高校校年、三つのぶ三森藩生立時の藩とは、信濃国十軍のうち、千曲軍の北半部及び、安曇軍全域、塩尻市、大町市、安曇野市、東千曲軍、北安曇軍。千曲軍は、逃江川関所で南北に隔てられ、南半部は、終わり藩領であった。安曇郡奥、 西名を市販、奥西名藩として立藩。藩領が上記の府中、西名から組に再編される。旗本、水野忠増領が成立、千曲軍五村、安住軍六、村西五千国を南北に分割し、北側を幕府領とし、和田組、今井組を設置。旗本、水野史領に今井組と金山領を合わせて一万国の大名。 水野忠定良と久々不業所が成立。天領潮尻陣夜廃止後、千曲郡104村、稲郡46村を安土として委託されたが、全域が稲県に編入された。ありがとうございます。